平成の30年間は何もしないで、昭和の遺産で食い続けようとして、失敗して没落して、まだ気づいてないみたいなんで、令和10年ぐらいにようやくその、日本が復活することはないよね。ちゃんとお金を貸せなきゃいけないよねってなるのかなと思うので。 20代前半のとこです。ニュースの資産世論調査で、貯金の中央値を見ると少なすぎて日本の未来が不安になってしまいます。20代の貯蓄中央値が440万、90代、978万と少なく、今後は格差がより拡大する気がします。この問題は政策等で改善することはできないのでしょうかできません。えっと、結局その、日本が稼げない国になっていて、稼いでる人ほど海外に投資して、海外の資産をどんどん膨らませるという状況になっているので、なのでより日本国内で、その、えっと、純粋な真水のお金が回らなくなってるんですよね。 要はそのえーと 日本って GNP 増えてるよね。資本所得が大きいよね。なので GNP 的には全然回ってるよねと見えがちなんですけど、資本所得で上がった所得がアメリカの会社の株価で儲かったとして、それを日本で延転するのではなく、ドルのままだったり、アメリカの会社に投資したままだったり、ドルで換金した後またアメリカに投資したいみたいな形で、GNP としては伸びてるんですけど、日本に円が戻ってこないんですよね。 なので、まあ、せっかく言うと、ドルを換金して、日本円でぐるぐる回すっていうのをやらないと。で、その iPhone とか Android とかで、あの、物を買うと、3割のお金がアメリカに払うことになります。なので、あの、ャゲとかで、なんかみんなお金バンバン払ってるんですけど、じゃあ、馬娘とかで、なんかすげえお金動いてますなんだけど、3割は Android の Google と、あの、Apple にお金が行ってます。それもドルで払うことになります。っていう感じで、その、どんどん日本円が海外の財を買うという形でいって、で、そのドルが返ってこない。 っていう状況なんですよね。なので、なかなか日本がいいやつが続いていて、で、日本でお金が回らないよねっていうのはもう構造的な問題なので、で、これがあの、政策で改善するというふうに考えるというのが僕は良くないと思ってるんですよ。その、MMT の人だったりとか、なんかその、あの、えっ、ー、と、税金なんかなくても、あの、お金すりまくればいいんだ、みたいなので、 で、そのなんかアベノミクスみたいななんか円安にすればなんとかなるんだとか、なんかそのじゃあいろんなことを言ってて結局そのまあ円安にすればなんとかなるとかインフレンスすればなんとかなるとかいろいろあったんですけど、結果今庶民苦しんでるじゃないですか。要はその政策でなんとかできるというふうに思い込んで政策をやって結局悪化してて、で本質的にはお金が稼げる海外の人が買いたくなるような商品を大量に作るという、その 要は、経済の自力で勝つっていうのをやらなきゃいけないんですよ。なので、その昔ではその日本の製品というのが海外でいっぱい売れてました。なので、日本の製品が欲しいから、海外の人たちが、そのドルで日本の製品を買い、で、結果として円が増えますとか、 で、じゃあその日本の機械を輸出して、ドルで代金払おうと思って、それを円に変えて日本でまた新しい機械作るとか、人権払うとかっていう形で、その日本国内にお金がどんどん回るような構造にしなければいけないんですけど、その売れるものを作るというのをやらないで、じゃあ円スロー税とか、なんかインフルにすればいいんじゃねみたいな、金融政策とか、その要は政治の動きで何とかしようっていうのをやっていて、結果としてどうしようもないよねっていうのがこの令和の5年間だと思ってます。はい。 平成の30年間は何もしないで、昭和の遺産で食い続けようとして、失敗して没落して、で、令和の5年間っていうのは、政策でなんかいろいろやろうとしてるけど、全然意味ないよね、これ全く役に立たないよねっていうのを、庶民が気づくまでの5年間だと思うんですけど、まだ気づいてないみたいなんで、令和10年ぐらいに、ようやくその、金融政策で日本が復活することはないよねっていうのが、大衆が理解して、ちゃんとお金を貸せなきゃいけないよねってなるのかなと思うので、あと5年ぐらいは皆さん我慢する必要があるのかなと思ってます。 え某竹中氏が「日本人の生活はそんなに苦しくなってないのに騒すぎもっと頑張れ」と言ったそうですがこれは東条元首相のこのような弱気の国民を率いる自身の立場を恥じるなめに責任転換の根性論的な暴論だと思うのは私だけですかいや結局だからその,見えてる世界の差だと思うんですよねその竹中さんはやっぱりその見てる若者っていうのも慶応大学に来れるような若者なんですよ。 なので頭も良くて経済的に恵まれている若者がなんか最近バイト大変なんですよとか言われてああそうなんだふーみたいなとこになっちゃうんですよね。 なので、あの、本当にその知的障害一歩手前みたいなところで育ってくると、まあ、そもそも論があの、高校もなんか卒業するも難しいよね。大学とかマジ無理でしょみたいなのが、当たり前の地域っていうところと、若い人たちの考え方とか、あれじゃあ何して食うのってなった時に、マジあの、金一発稼ぐんだったら犯罪のがいいよね。未成年のうちにやった方が、刑務所も安く済むから、どうせ稼ぐんだったら未成年のうちに一発当てた方がいいよねっていうのが、割と、その、 正論であるっていうとな、まあ、正論というか、要はその、高校もまともに卒業できませんでした。なので、このまま働いたとしても肉体労働をし続けて、年収300万円を60歳ぐらいまでずっと続けるだろうな、というのが見えちゃうんですよ。 でそうすると、未成年のうちにワンチャンオレオレ詐欺やって5000万円稼いだら、その5000万円で家買ってダラダラ暮らした方がいいよね。で、捕まったとしても未成年だから、割と2、3年で出れるじゃん。そしたら、これは自分の人生を考えた上で、20歳を超えてからやり、未成年のうちにやった方が効率がいいよね。合理的だよね。という風うに考えるのも、合理性だと思うんですよ。 でも、そういう人との接点ってない人はないんですよ。なので、その、オレオレ詐欺だったり、あの、フィリピンで作業をやって、その、ルフィという名前名乗った人たちだったり、で、その、大学生になったけど、お金が必要で、そのオレオレ詐欺の受け子をやって、で、結果として、その受け子として受け取るときに逃げて、自動車にはねられて死んじゃった、みたいな人とか、やっぱりその、 なぜ人は、そういった犯罪行為をしてしまうのか。で、そこに至る考えはどういうところなのかっていうのも、やっぱりちゃんと理解しないと、その、表面の周りの、その、それなりに恵まれちたちだけ見てると分からないんじゃないかな、という気がします。日本の国民負担率がもうだいたい50%ぐらいなんですよ。では、国民負担率は何ぞやっていうので、その、本来だったらこの人が、じゃあ、あの、50万円稼ぎましたっていうので、 で、あの、アメリカとか他の国だと、まあ税金とかで、でもまあ10%くらい取られて、40万円手元に戻るよねと。で、その40万円で、じゃあ自分でその学校の代金払いますとか、デートをしますとか、なんか会社を作りますとか、なんか面白いもの買いますっていう、自分自身のために使えるんですよ。でも日本の場合って、50万円稼ぐと、25万円分国に持ってかれるんですよ。その消費税だったり、所得税だったり、社会保険料だったり、で、社会保険料を払った金額と同じ分だけ会社も払ってるんですよ。 なので、あの、俺、1万5000円しか社会保険料払ってないよっていう人って、本当は3万円払ってるんですよ。要は、その人を雇うために会社が倍の、その同じ値段を払ってるので、その人の雇用のためにかかるコストとしては、実はかかってるんですよ。なので、その社会保険料とか所得税とか消費税とか、まあ、いろんな税金入れると、実は日本、その年金とか入れると、実は日本の働いてる人って、5割が持ってかれてるよねと。 なので、50万稼いだとしても、その25万円の中で生活して、投資して、じゃあ、あの、なんか、大学行ってきますとか、じゃあ、その資格取りますとかっていうのを費用が払わなきゃいけないのがあって、その、労働している人たちが自分のためだったり、その発展するためだったり、研究開発だったりっていうのに使える額が他の国より低いんですよ。 で、デンマークみたいな、あの、まあ、あの50、50%取られるんだけど、あの、失業しても全然食いっぱくれませんとか、失業するんだったら、その、あの、学校もタダです、みたいな。っていうので、その、いくら失業しても、その、社会があなたの生活の、その、あの、最低限は全て保障しますよっていう国であれば、5割取られても別にいいんじゃねってなるんですけど、日本の場合って5割取られてるんですけど、あの、失業したら、あの、失業保険が6ヶ月で終わりね、あとは何とかして、みたいな。 で、それでダメだったら生活保護すればいいんじゃねみたいな、割とその切り離しが強いんですよね。でも、そので、人が負債になるっていうのを言うと、その日本の労働者はもうすでにあの5割ぐらい取られちゃってるので、それは他の国に比べると、まあそれを負債と呼ぶのか、重荷と呼ぶのか、まあ呼び方は違いますけど、まあ、そういう形ではもうすでに始まってるんじゃないかなと思うんですけど。 えー、総慶卒26歳年収700万の外資系 IT エンジニアです日本でのキャリアに不安はなくそれなりに満足しているんですがいつか日本の財政が傾いて税金が増えたりしたら嫌だなと思いますオンラインでコンピューターサイエンスの趣旨を取るなど今後海外に移住できるよう準備を進めた方がいいんでしょうかとその国民負担率と呼ばれるそのあの日本の税金とそれに対するあの,払その国民がその払、えー、と収入の中で払った金額でいくと46%ぐらい日本がいるらしいので で、その46%なんですけど、その高齢者の方って働いてないじゃないですか。なので、働いてる人たちが実際に払ってる額で行くともうちょっと高くなると思うんですよね。なので、日本はだんだんきつくなると思うので、そんで、もしその今すぐ辞めたい、今すぐどっか行きたいって言った時に行くための準備だと結構時間かかっちゃうので、今のうちから海外で暮らせるスキルは手に入れとった方、入れといた方が精神的にも、 要はあの、何、まあ、かあったら海外行けばいいやっていう保険が得られるので、なんかスキルとしては手に入れていた方がいいんじゃないかなと思います。えー、岸田総理が退職金にも税金を課すとにわせています。2025年まであと2年で、段階の世代が後期高齢者になります。寿命的に20年も経てばいなくなります。日本人は少子化で言ってますが、一人にかけるお金が大きく、良いものがそれなりの価値で売れ、経済もあると思います。が、浅はかでしょうか。 えー、選挙は多数決なので、段階の世代がなくなれば日本の景気は良くなりますでしょうかいいええー。頭悪い質問申し訳ございません。ちなみに、ヒゲさんはひろゆきさんより長く生きて、みとりニヤニヤしたいらしいです。まあ、憎まれっ子世にはばかるからヒゲさん長生きしちゃうんじゃないですかね。えっと、退職金に税金を貸すは僕は結構賛成ですね。あのー、要するにその、えっ、ー、と、今、高齢者の方が得をするような仕組みが多いんですよ。例えば、その、年金とかも、今年金をもらってる人、 は、若いうちにも払ってたんだと。なので、あの、若いうち払ってたのを今もらってるだけなんだ、みたいな言い方をするんですけど、あの、今年金もらってる人の、あの、現役世代に払った額と、もらってる額は、もらってる額の方が圧倒的に多いんですよ。まあ、あの、もらったその日に死ぬとか別で、ね、あの、平均10万できた場いは。なので、あの、年金払った額以上にもらえる世代なんですよ。今もらってる人たちは。で、えっ、ー、と、50 5歳ぐらいから、あの、払った額ほどもらえないんじゃないかと言われてるんですよね。なので、今60代の人も平均寿命まで来ると、払った額よりも多くもらえるんですよ。なので、その、実は、 年取ってる人の方が得をする制度になってるんですよ。で、退職金という制度なんですけど、要はあの、働き続けて20代で働いて65歳も働きました。45歳いました。で、退職金。で、退職金に関しては税金がかかりませんという制度なんですけど、あの、残念ながら、もう僕、その若い人の世代で45年間同じ会社で働くとか、まずないんですよ。 あの、ごくたまーにあるかもしれないですよ。あの、NTT みたいな大企業とか。もう基本的にはほぼほぼないんですよ。例えばその、あの、皆さんご存知大企業、シャープとか、東芝とかも、多分、あの、45年間働く人はレアケースなんですよ。 なので、その退職金がもらえるって人たちは、もうその昭和の時代から働いてる、割とその得できる人たちのもらえるボーナスなので、そこに課税することによって若い人たちの負担を減らすというのは僕はありなんじゃないかなと思います。 で、残念ながら、その、あの、平均寿命が伸び続けてるというのもあり、段階の世代が、その、多少減ったとしても、結果として、高齢者の方が多い。で、その、少子化の問題があって、働いてる若い人たちが少ないっていう構想自体変わんないんですよ。で、上の方のその段階の世代が行くと、あの、多少は支えるべき人数は減るんですけど、ただ、段階の世代が本当に死滅する頃には、支える若者たちっていうのはもっと少ないんですよ。 だから今年は去年があの少子化で70万台で、今年、うん、近は80万人台で、今年70万人とかなので、あの、子供めちゃくちゃ減ってるんですよね。なので、あの、もう20年後は子供だいぶ、二十年後の20歳っていうのは、もう100万人いないよねって確定してるんですよ。まあ、あの、その、意味めちゃくちゃ入れるとかっていうのが一応可能性としてありますけど、去年70万人か。 っていう感じなので残念なんなら日本の構造はもう変わらないんじゃないかな積んでるんじゃないかなと思いますかけてもいいですけどチャンネル登録した方がいいです